解散協会せーので揃えましょうゲーム出し切ったよ、もう出し切った、もうみんなわからない3回戦もやってた3話より声出してたね。いやこっちが本業みたいになってるよ。3週ぐらい、やっぱマリオのヒルナンデスの3色のやつには負けてられませんね。懐かしいね。はい、というわけでこれはね、幼いファミリーが撮ってね、しゃべれ、お前が言え、幼いファミリーはみたいな、なんか、なんかね、心が合わさる、これだ、これのタイ、このテーマこれだっていう人をね、名字で挙げてもらえれば助かります。そうだね、久しぶりにこんな喋りでも名字呼び捨てオンリーね。オンリーよ、そうやって助けてたまには。はい、というわけで誰からいきます。カイシにするから、幼いファミリーで、まあ幼いファミリー、ファミリー結構いるからね。いるからね。バランスもいろいろあるから、自分が女になったら、あーなるほど、やっぱいろいろあるよ。というわけでシンキングしますか。ちょっとシンキングちょうだい。シンキング、シンキングスタート。すごい、舞台してめちゃめちゃいい一族のあれにしたくないってことでしょ。いや
あのお前違う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 違いやな、第一印象何考えてるかマジわからなくて。あいや、でもねでも、名前出していただいて本当に嬉しいです。いや、変やねそれも本当に声がね、俺幼いの名前上がったことないんすよ。初めて出した上がり方が、はい、なんか、俺今思ったのは、言わんかったらよかったせやね喜びの点が人より違うやな、ね、そう、ありがとうございます。いやでも蓋開けたら可愛らしいし面白いから、まあ、第一印象は嫌かなっていうので、うん、マジか、頑張ります、うん、じゃあ退場退場スタッフさんがいや、マリオどうですか。これはでもあのシンプルね。あーちょっと気になるわ。気になります。いやいや可愛いよ、可愛いけどさ、自分が父親でさ、じゃあその溺愛した娘をこうこの男に渡せるかって言われたらちょっと心配になるよ、ね、確かに頼りなさがいやもちろん優しさとかにじみ出てるんだけども、あとちょっとスケベそう。あーそれ一番なんか嫌やショックでもなんかめっちゃ嫌や。タレメはちょっとスケベそうだよ。いやもうタレメに全員会えば俺もタレメっすよ、こういう人。お前もスケベそうだよ。いやいや急に飛び急にお前はこっちに助け求めんのお前は俺を突き放してるなんかコメント笑顔の裏に何かがありそうじゃん。まあ確かに、なんかその表面だけではないような君っていうのはあるね。あなるほどね。しっかりさっき上げられて落とされる。わかった。じゃあこれはこんなに一番裏表なさそうなやつ。ああ、これにしよう。了解。裏表。裏表ない。はい、じゃあシンキングタイムスタート。ちょっと、よく聞きたい。いやちょっとな、こんばんは。いや、ちゃんと考えます。裏表、ありがとうじゃん。あ、いや、全然いいですよ。わざわざ。おこぼ、おこぼな。あの今までありがとうのおごるわ。なんか、うん、めっちゃ優しいわ。はい、というわけで今のところ揃いましたかね。はい、どうですか皆さん、整ってるかな。いやまあでも決まった。いや心合わせてください。もうこれラストやからね。ラストやから決めましょう。はい、というわけで発表します。せーの、タムラ。しっかり割れたね。割れたね。聞こうか。何ですか。足つかれてる。クロバ。田村。田中って言った。ああ。でも、種あったなとは思った。そうそうそう。誰かとあったなと思った。あ、ほんと。でも、上ちゃん。いや、もうまんまやもん。なんか、もう裏でも表でも、マジで裏表で。確かに。なんか、いい意味ですごいナチュラルに、なんか。俺、そういう人好きやから。自由な時、自由やしね。そう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 。そうそう。かな、マリオ。いえ。俺はもう。シーンですね、やっぱ何でもらってんのお前らスケベどうねんやろ。お前急にスケベだよ。お前そんな目垂れてたスケベさんでしょ。お前田村シーンに対してもなんかお前気をつけろ。怖いなんかあっと。いや、あいつは素直ですよ。もう何にもないっす。どうまでしてんの最後。確かに、確かに。もうプライベートは魅力の方があったんですよ。急に付き合わされて。あいつ裏表ありました。ありました。もうあいつには怒らないです。ちょっと待ってくださいよ。勝手にそっちとこっちで話しない。ね、これ撮ってんじゃんな。楽屋トークちゃうやろ。これ上がるねん。上がるんやろ。え、でもマリオ君はえ、リョウセ。リョウセな。わかんない。その、俺もそんなにまだ共演回数多くないからわかんない。でも、俺のジャンプとか、それこそ、ね、1番、2番すごく新潟から来ました感すごいな。わかる。ちょっと地方出身者のさ、あのまっすぐさ、純朴なまっすぐさ。マリオ見てやろ。なんかスケベがなんか。お前は都心に憧れすぎたらスケベやろ。役でしょそれ。役なだけですよ。俺はちゃんと純粋っすよ。いや、わかんない。それはわかんない。いや、言えば言うたびのかな。いや、カレビの変態が。こいつさ、目が笑ってないって多いんだ。ちょっといつまでやってんねんこれ。もうね、だ多分寮生やと思う。寮生やな。寮生ですね。でも俺も寮生好き。じゃあええやつやから、はい、というわけで結果揃った。結果揃いました。結果揃いました。はい、揃った。揃いました。バイバーイ。